鳥谷も昨日は代打で三振を喫しましたけども、途中から出場して3試合でヒットを打っています。高田さん、こういう引っ張る打球も見られるようになってきたんでありませんか。ですね、状態上がってきたんですかね、はい。まあ、でも今まで試合にずっと出てて、まあ、ベンチで試合を見てるというね、はい、それもいろんな経験で勉強じゃないですかね。やっぱり出てなんぼだなっていうふうに思いが強くなってんじゃないですかね。はい。